つまりね、変性意識っていうのはね、その脳の層、つまり大脳神秘質から見た言葉でしょうけど、変性意識っていうのは、もっと内部の層の脳にアクセスすることを言う。それを変性意識っていうんだけど、うわ、それが原因でトンネル効果が起きるんかっていうのも分かっていただいたでしょ。じゃあ、内部が弱い人は次元移動を簡単にさせられる。そして気がつかない。実はうちは次元移動させられにくいでしょ。まあ、させれんことはない。どうやってって。原発使ったら、え、何してんのって言うのか、言わんといてこやな。原爆の話と混同されるから。近藤ちゃんがそこまで言ったらバレてるよね。その世界なくなったら嫌顔でも自然がうちが言ってる世界に移動しちゃうから、もうピクピクもんやろ。安倍を殺せってなるわな。つうか、菅直人すら殺せって言われるな。あいつら一味やから。で、石破も、それ引き継ぎたがってんの。二本目あってんの、ぐわー、許せ、二本空爆しろって空爆したら、原発がポーン、ポーン、ポーン。じゃ、ちゃうで。同じ効果が生まれる。自作列島かね。うん、ちゃんと次元あるから、どの次元にも雨は少なくともいるから。雨しかいないから、どの次元にもいるのは雨だけ。じゃあ雨のこと考えるなら、原発見つけるたびに爆破しようぜとかやめろよ。なんでそんな直上傾向なん、単純なん。うち直上傾向ちゃうでな。そう見えるんか。それは君らが直上傾向やからそう見えるで。そうにしか見えへんねん。君らにとっては何もかもそうしたら。な、直上傾向の別バージョンにしか見えへんねん。直上傾向の人にとっては何もかも。言ってみなかったやろ、わかるやろ、すごくわかるんちゃう、本当は。あ、しまった。あ、しもっととか、あ、しもっとってわかるんちゃうか。決して、あ、しまった、広がった世界じゃなくて。あ、しまった、本当だ、言ってる通りだ。どうせ。大脳神秘と、こんなことに使うなよ。こんだけあるのに、大脳神秘はここまでないけど、髪の毛。こんなことに使うなよ、大脳神秘。これを極める。大脳神秘にこれを極めさせる。これだけあるの、あれ気がついた。こんなに肝になってるから。そうか、そういうふうに大脳神秘を使いたいってことは、これになりたいんだなって本気に思われちゃう。ね、魔王人っていうのはその自我連合成分のことやんけど、皆さんの自我と集積体、まあ、うちの中に一番たくさんそれが存在するでしょうけど、その皆さんも含む自我集積体、自我成分が皆さんのことを許せないって言ってんのよ。そうなるわな。で、それともう一回、大脳神秘はね、あ、しまった、そうだったのか。そしたら、急いで変性意識を勉強して、変性意識にならないとやばいな。中に入られてるんだ、入られてるわけじゃないですか。要するに、テレパシー性が強いの、内部の方が、下等動物の時に発達した部分が。内部が下等動物になっちゃうんで。内部下等動物になっちゃうんで。表現には気をつけるようにね、内部に関しては。大脳神秘みたいな。それは、同じような表現使ったけど、それは違えよって言われへんから、内部の方は、あ、そうだったんだって内部の方思っちゃうから。それ、下等動物やねんか、取り戻さずじゃないね。それはあなたの体を否定してる。なぜならあなたは表意霊だからじゃないって言われちゃう。それが多い時の中に向かなきゃやったら、パラパパパラパパパラパなんだよ。泡踊りのことじゃなくて、それがパロディーやね、泡踊りっていうのは実は。日本の盆踊りって、神道バカに対するパロディーやねんで。